ソウルハッカーズ2探索の手引き。構えて。ダンジョンの中には赤いエネミーシンボルがバッコしている。こちらの存在に気づくと襲いかかってきて、そのまま接触すると敵の攻撃から始まる不利なバトルとなることも。エネミーシンボルにはリンゴの剣で切りつけを行おう。切りつけで敵をダウンさせバトルを始めることで有利に戦うことができる。またダウンしたエネミーシンボルを避けて通ることでバトル自体を回避することも可能だ。切りつけた敵とバトルを開始した際、確率でボーナスアタックが発生する。バトル開始時に味方が全体攻撃を行い、有利にバトルを進めることができる。ダンジョンに足を踏み入れるとリンゴと契約した悪魔仲間たちはリンゴの号令でダンジョン中に散らばり、悪魔探索を開始する。探索に出た仲間たちとはダンジョンの至る所で再会でき、アイテムを見つけてくれたり、体力を回復してくれるなど探索の手助けをしてくれる。褒美じゃ。ダンジョン内では積極的に仲間を探し、見かけたら声をかけよう。に悪魔探索中の仲間はそのダンジョンに出現する悪魔を紹介してくれることもある。紹介された悪魔と交渉することで契約し仲間にすることができる。仲間をコンプに宿すことでその仲間が持つスキルを使用できるようになる。それで決めよう。これなら全て焼き尽くす。コンプ所持者のステータスも変化するので状況に応じて選択しよう。口火を切るぞ。エネミーシンボルに注意して先手攻撃。仲間と協力して危険なダンジョンを突破しよう。ソウルハッカーズ2、2022年8月25日発売。